さあ、ということで、わおわおわおですね。なるほど。そしてカメラマンさんがまたいい感じにこうね、導いてくれるわけですね。いや、これ本当に全員分用意してあるんであれば結構すごいと思うんですけどね。まあ、とりあえず、今いるレスラーたちのは多分、ね、実況終了までに見れるといいですねって感じですかね。まあ、人気あるレスラーなんかはね、どんどんこういうのあると思うんですけどね。はい、ということで小川さんもね、またちょっと一皮むけたような感じでしょうか。ここまでお前の魅力が引き出されるとはってことに。ありがとうございます。でも自信なかったんですよ。オファーもらった日に慌てて書店で写真集を買って研究したんです。うん、なんか映画のこともね聞いてわかるんですけど、やっぱりこう彼女っていうのは何でしょうね、努力家って言っていいのかな、こういう部分っていうのはね、なんかそういうようなキャラクターっていうみたいですね。これはちょっと試合だけだとちょっとわかんないっていうのはね、ところで非常に面白いのではないでしょうかね。社長にそう言ってもらえると嬉しいですね。はい、我が社の評価も上がりましたと。そして収入もありますと。あれ、あーびっくりした。増えねえなと思ったらちょっと遅れたね。なるほど、ということなんですけれども、ちょっとね時間が微妙なんですよね。どうしようかな。んー、もうちょっとだけやろうか。じゃあもうとりあえず人員はマックスですので、今いる8人で当分頑張っていく形になるんですけれども、600とかだとまだちょっと余計なことしない方がいいのかな。宣伝とかでもやっておきたいよね、テレビ放送とかね。高いんですよね、でもね、これね。安い、なんか200、300であれば別にいいんですけどね、なんか、東北、関東ですか。うん、そうですね、東北の人気度上げておきましょうか、とりあえず200なんでね。維持一応20かかるんですけど。はい、リンゴテレビと提携します。うん。そして、あとはですね、サイン会はマストですね。よし、やっていこう。今回は、そうですね、伊達ちゃんより人気出てるね、小川さんね。すごいな。ですので、ちょっとここは、真田さん、それから星名さん、村上さんに頑張っていただきましょうか。で、どうすっぺか、これ。あ、そうですね。今回じゃあ岩手でやりましょうか。はい、さあ、今日はどちらか、どなたが喋ってくれるかなってことで。お、サイン？めんどくせえな。コピー機使っていいか？まあ、これも幾度となく、幾度となくっていうほどでもないですけどね。何回も聞いてるセリフですね。村上さんが、今回おしゃべりしていただきましたと。そして、ジムですね。かすみちゃんがね、技を覚えたので、ちょっとその辺見直していきましょう。ただね、彼女はもっともっと技を覚えるべきですね。本当に全然覚えてないので、まあ、とりあえず1種目、1つの、ね、技の種類につき、最低2つはね、ね、技欲しいので、ちょっとそうなると、あ、また間違えたかな。いつも間違っちゃうな、これ。技練習で新技取得ですね。うん、でまあ投げなんかね、ちょっとフロントスープレックスだけだとちょっとあれなんで、3つ欲しいですね。投げ主体のキャラクターなんでね。ただ今回は、あ、エルボーを覚えようとしてるんですけど、これ小手の方がいいんじゃないの。とりあえず小手にしましょう。うん、これでまあ自分でねやろうとしたことはいいんですけども、とりあえずはここでこういう形にしてと。で、星名さん、これどうしよう、怪我直してもらう方がいいよね、やっぱりね。うん、休ませよう。そして、次なんですけど、伊達ちゃんがね復帰されたので、メニューをもう一回見直していくんですけれども、そうだな、何を伸ばしましょうかね。伊達ちゃんはそうですね、基本的に強いんですけど、
決めとか意外と覚えさせればね、ギブアップ狙いとかっていうことで一気に逆転っていう可能性もまあないではないっていう部分があるってなると、ちょっと技練習見てみようか。なんかいい感じの決め技があればいいんですけどね。あ、だいぶ覚えれるね。サソリまで覚えれるので、あ、今コブラツイスト覚えようとしてるの。どうしようかな。スリーパーから始まって、だからサソリだとちょっと難易度高すぎるのかな。とりあえずじゃあアキレス腱にしときましょうか。こちらでよし。うん、まあ大体こんな感じですかね。あれ、村上さん攻め下にしてたっけ。この子は攻め下にまずいような気するけど、いやでも攻めもね、投げしか足りてないから当分攻めていくしかないのか。ちょっと村上さんいろいろ足りないですね。でカムイさんはまあそうですね、とりあえず攻めを着たいって言って、そっからってところでしょうかね。技はね割と覚えてるので、そうですね、あとはその都度ってところか。千鶴ちゃんも技を覚えさせたんだっけ。今何やるとしてるの。これちょっとあれですよね、毎回見ないとダメなのが多少面倒なんですけど。あれ、ですね、あれ何覚えようとしてんだろう。ああ、投げ技か。裏、そうですね、あの、まあ、彼女投げ主体なんですけど、ちょっと確かに投げのバリエーションというか割と弱めの技しかないですね、得意な割に。やろうと思えばこのフィッシャーマンバスターはできるんですけどね、これの方がいいんじゃないのかね。裏投げの6で得ようとしてるみたいですけどね、ここまで来たらだいぶ威力あると思うんですけどね、フィッシャーマン。とりあえずじゃあこっちを覚えさせて、で覚えたら必殺技をフィッシャーマンにすればだいぶ強くなるかな。でその後でまたあの能力の方で見直していくって感じですかね。まあ、こんなところですか今回は。とりあえずじゃあ終了と。あ、どうしよう、カメさんとお話ししといた方がいいかな。しとこうか一応、まあ、10AP なんでね。褒める。そうかよ。いや、まあマイナスなかったからよかったけど、え、何この子、あれ、一筋縄じゃいかないタイプっていうんですかね、あの同じパティンじゃダメみたいですね。なん気分屋なの。まあちょっとやりづらいですけど仕方ない。じゃあ終了。なんかね、あの流れで2本撮りになっちゃってるんですけども、今回の試合は、まあ、シングルマッチでやっていきたいなと思います。で新日は特に動きなしでターン終了しまして、太平洋はいかがでしょうか。あ、こちらも特に動きなしですね。で僕たちの今回の興行なんですけれども、まあ、同じように、またやっていきたいなと思います。まあ、今回は、まあ、6人ですね。小川さんが写真とそれから映画のお仕事でいらっしゃるので、星野さん今怪我して休暇与えてるので、残ったメンツで、頑張っていきましょう。まあそれなんで会場なんですけども、だいぶもう行き尽くしちゃったかな。島根だけずっと行けてないのか。島根、大阪、奈良あたりですかね。ちょっとその辺でやっていきますか。となるとまず奈良、それから大阪、島根、あ、これ鳥取だ、島根、まあ、こんなところですかね。あとはそうだな、500人会場ある黒くなってるとこを一個ずつやっていく感じですかね。てかもうないのかな、なんかないような気がするけど、どうしようか。あ、そうですね、伊達ちゃんは復帰されてるので最後東北海道でやるっていうのもいいかもしれないですね。ちょっとその辺意識して変えていくんであれば、
ずっと行ってないというか行ったことないところも行ってみますか。京都これちょっと会場広いんですけど入れてみましょう。やってみないと分かんないってことだよね。でそれから岐阜、富山はどうかな、新潟、あとはまずですね秋田あたりにしておきましょうか。で最後に、この多少人気がある東北海道で頑張っていきたいなと思うんですが、今回はちょっと網走か釧路どっちにしようかな。釧路にしましょうか、思い切って。でおっとと、今回は誰の試合を見ましょうかね。そうですね、ちょっと成長したこの子たちの戦い見ましょうか。まあ、前回に引き続き真田さんとそれから伊達ちゃんね、このエース2人の戦いを見ていきたいなというふうに思います。じゃあいいところまでねカット入れましょう。お、また満員出た。先ほどですね島根でも満員出たんですけども、東北海道の釧路でもね満員が出ましたね。さあいい感じだと思うんですが、とりあえず、どんどん飛ばしていきまして、この次かな。はい、では早速試合の方ね見ていきたいというふうに思うんですけれども、だいぶ久しぶりじゃないですかね、この伊達ちゃんと真田さんのねシングルマッチっていうのもね。さあ、もう一人のエースであるね小川さんがいらっしゃらない環境の中でこの2人の試合が展開されるわけなんですけれども、まずね見ていきましょう。ここから足りない部分もね多分見えてくると思うので、さあまずは真田さんの打撃攻撃ですね。はい、ここで先制しましてエルボーを突き刺した。さあここからですよ。おっと、いいリズムでね攻撃してるわけなんですが、さあもう一発エルボー炸裂という形で、まあまだね試合始まったばかりなんで何とも言えないですけども、サナさんが非常にね連続攻撃をこう叩き込んでるようなところですね。おっと、ここでダテちゃんの反撃ですね。パワー攻撃、ショルダータックですね。そしてお互い防御力高いのでなかなかこう減らないというね形になってまして、飛び技は真田さんに分があるというようなところでしょうか。さあ現段階では、真田さんが有利って感じでしょうかね。まあ伊達ちゃんも反撃するわけですけども、この後どうなるんでしょうか。おっと、投げ技ですね。まあ序盤はねやっぱりアームホイップだとかエルボーだとかねちょっと軽い技から入る形で、後半結構こう重たいねこういうヘッドバットであるとか使っていくっていうような感じですかね。さあ伊達ちゃんが押されてますね。おっと、真田さんが順調にねステップキックやら何やらでこう攻めて、あ、ホール入りましたね。さあ抑え込んだ。おっと 2.5 ですね、大丈夫か。さあ一応スタミナはね半分以上あるんですけども、ちょっと伊達ちゃんからしたら苦しい状況でしょうか。おっと、決め技だ。さあここでスリーパーが入りまして、なんとか自力で脱出に成功と。さあ伊達ちゃんからしたらちょっとね攻め足りないようなところなんでしょうが、ちょっとねカードの引きが悪いんでしょうか。なかなかこう一方的ですね、どっちかって言ったらね。ここでステップキック、まあ威力高いんでね、あと 2,3 発食らっただけでもピンチなんですけども、真田さんこのまま押されて、終わってしまうのか。真田さんじゃねえ、伊達ちゃんだ。さあどうなる。おっと、決め技が炸裂しましてスリーパー返しですね。あ、ようやく技が外れた。おっと、打撃エースに打ち勝ちましたね。さあエルボー、ここで波に乗りたいところですがどうでしょう。あっと、だが飛び技に阻まれた。ここでドロップキック、スタミナがわずかですが大丈夫か。これはちょっと必殺技なんかね出ちゃった時にはもう決定打になりそうな、気がしますけども、どうでしょうか。さあ打撃攻撃だ。これはまさかあれか、伊達ちゃんから真田さんの時代が到来するか。そしてホールに抑え込んだ。ホールに抑え込んだってなんだ。おっと、 2.5 で返した。まあねスタミナ残ってるのに決まっちゃうなんてね恥ずかしいことはできないでしょう。だがちょっと笑ってもらえないような状況だ。ドロップキックが炸裂して、まあスタミナわずかに残ってますがいかがでしょうか。そして抑え込んだ。いやちょっと意外な展開で私驚いてるんですけども、真田さんが一方的に押してるようなね、状況になってまして、おっと、ここで反撃だ。さあドロップキック、ここで波に乗ってね強力な技を叩き込みたいところですがどうでしょうか。
さあ引っ張ったく、多少威力の高い攻撃が出てきましたが、ここで波に乗れるか。おっと、一気に状況が一変しそうな空気ですが、ここで必殺なんかね出しちゃった時にはちょっと逆転もありえますよ。そしてカウントが入る。はい、 2.5 ね、まあ、まだね余裕あるんで、まだでしょ言ってもね。おっと、だが伊達ちゃんが押してきてるぞ。ちょっと一方的に攻められちゃうとね、ちょっとこういう風になるので怖いですよね。おっと、だがここで反撃だ。さあ波に乗るためのアームフープになるかどうか。あっと、ポールに入った。おっと 2.5、 まだ負けないぜっていう形でね、最後までこうやっていただくわけなんですが、ここで決め技が決まった。コブラツイストだ。さあ抜けれるか。あっと抜けられない、これはピンチだ。あっと技が外れまして、さあこれはどうでしょう。一進一退じゃないですかね。あっと、ここでかかと落とし、これは強力。大丈夫か。さあサムさん返せるでしょうか。なんか気づいたら伊達ちゃん優勢になってますね。これはちょっと面白すぎるぞこれ。おっと、だがしかしブレーンバスターで反撃。さあスタミナわずかに残っているが、ここで抑え込むか。抑え込んだ。さあカウントが入る。おっと 2.5。 さあわからないぞ、どっちにもこれ可能性ありますね。どっちも厳しい状態って感じですかね。だがここでバックドロップ、これは強力だ。返せるか。抑え込んだ。あー決まってしまった。やっぱりね、エースの座を渡さないぜって感じですかね。いやー今回の試合すごかったですね。いい試合でした、ありがとう。まあ、序盤なんかね、もう一方的でダチちゃんこのまま負けちゃうのかなっていうところだったんですけども、まあ必殺技なしでね逆転勝利って感じでしょうかね。やっぱりあの かかと落としのね威力っていうのがどれだけのものかっていうところですよね。一発でこう流れ一気にねこうガラッと変えれるので、ちょっとやっぱり強力な技っていうのはね怖いなというようなところでしょうかね。さあ今回 71AP、 まあまずまずでしょう。あ、チーズちゃんフィッシャーマン覚えましたね。これはだいぶ強力だと思うので必殺技にしておきましょう。そして伊達ちゃんがアキレス剣固めを取得。まあやっぱりサブミッションもねある程度覚えておけば、勝率上がると思うんですよね。困った時のギブアップ勝ちって形でね。あ、でかすみちゃんが小手を取得ですね。さあみんないい感じに成長してますね。まあ今回はこんなところでしょう。はい、あ、村上さんいいですね、防御力と一緒に投げ技も、攻撃力もね上がりました。さあ今月のイベントはどうでしょうかの前に、他団体の投稿ですね。まあ大体同じようなって、あれ新日今回稼ぎがあまりよろしくないですね。さあ太平洋女子の方はどうでしょうか。何でしょう、試合あんまりやってなかったかな、とても売れ行きが微妙だったのか。うわ、新日じゃなくて太平洋めちゃめちゃ稼いでるな。でおしまいと。さあ育成にも力入れているようですが、やっぱりどうもかしこもね頑張ってますね。お、星野さん退院だ、ラッキー。さあイベントは以上ですね。今回は一つだけってことで、まあ、忘れないうちに千鶴ちゃんの必殺技変えて、今回締めとさせていただきましょう。ちょっとね、予定してなかったんですけど、2本撮りになってしまいましたね。とりあえず忘れないうちに必殺技変更と。でフィッシャーマンにね変えます、ブレンバスターからね。これ決まればだいぶでかいと思うのでね、ちょっとこういう形にして、そうですね、一回戻って次回また運営であるとかね、そういうのやっていくという形でプレイしていきたいなというふうに思います。あれ、なんか急に3年目になってる。あー、わかったわかった、あれか、4月に入ってからってことですよね。4月スタートだったから4月まで2年目だったってことか。なんかちょっとわかりづらいな、でもそれ、まあいいや。なるほどですね。じゃあ年月の問題っていうのはここで解決したわけですね。ですのでこれでいいのかな。これね、プレイ時間とか出ればいいんですけどね、情報が少なすぎるんですよね。まあ文句言ってても仕方ありません。今回ねここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。次回はこれがパート21だと思われるので22ですかね、また続きの方ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひね見てやってくださいませ。それではね、次会う時までお元気で、さようなら、バイ。